はい、渡辺真由です。今回はね、 HVR ジェミニエピック解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これね、ミッションチーム補給所のこの3番目ね、各チームね、レベル最大50がマックスで、これね、まずこれね、JTF ウルヴァリンも普通にこれやったんだけど、でこれ3番目、いつもはねこうやって JTF ウルヴァリンやったんで、その上から下に順序よく降りていく感じでやっていくんだけど、ちょっと欲しいやつがあったんでね、今回の HVR ジェミニー欲しかったんでね、このオリオンイニシアチブ飛ばして、今オリオンイニシアチブにしてるんだけどね、オリオンイニシアチブ飛ばしてこの3番目のセーバーチーム7やって、でレベル50になったんで、もうね、もうすでにマックスになっててね、セーバーチーム7は。なのでこのレベル50マックスの報酬でね、この HVR ジェミニエピックが報酬として得られました。これで早速ちょっと、これ HVR なんだけどね、この HVR のこのエピック、これとっても欲しかったんでね、ガンパークがね、まず HVR はね、実弾ツインフル、ここまではね、レアまでは、レジェンドまではね、今レジェンド持ってないんだけどね、今レアしか持ってない、レアまでしか持ってないんだけど、レジェンドまではね、実弾フルオート、大型テレストリアル弾を発射し、使用し、クラス最高のストッピングパワーを誇るということでね。で、エピック、すべての武器にエピックになると、スタイルも変わって、名前も変わるんでね、若干。ね、スタイルがとっても変わるんでね、これ全然違うでしょ。で、ここね、実弾フルオート、説明全然違うんでね、内容が違うんで、実弾、この HVR ジェミニエピックに関してはね、実弾ツインフルオート、これデュアルになるんでね、エピックになるとね、この HVR ジェミニエピックになると、デュアルになるんでね、実弾ツインフルオート、大型テレストリアル弾を使用し、ここは一緒なんだけどね、クラス最高のストッピングパワーを誇る。これは単片手持ちで、で、エピック、ジェミニー、HVR ジェミニーエピックになると、デュアルになるんでね、ツインフルオート、デュアルっていうことでね。で、ガンパークがね、重複サニティ、デュアルで腰打ち時の精度低下を軽減、エイムは不可。エイムはできないんでね、これ、デュアルなんでね。で、レディネス、マグが空になると、リロード速度上昇、デクスタリティの効果にプラスっていうことでね。これとっても欲しかったんでね、なのでセーバーチーム7レベル50マックスにして、オリオンイニシアチブにを選択しないです、セーバー1つ飛ばして、セーバーチーム7にしたんでね、この HVR ジェミニエピックが欲しいがためにね、これマックスにしたんで、今ねオリオンイニシアチブ、セーバーチーム7をマックスにしたんでね、オリオンイニシアチブ今やったんだけどね、これとっても欲しいんでね、これ欲しかったんでね、これもマックスにしてるんでね、 HVR はね、もうすでにマックスになっててね、これサイトはつけれないんでね、他の武器はレジェンドまではね、この片手持ちなんでサイトもつけれるんだけど、こうやってつけれるんだけど、これ HVR ジェミニーエピックにを選択すると、これデュアルなんでサイトはつけれないんで、アタッチメントのみ、レーザーサイトは絶対つけた方がいいと思うんで、ね、ほとんどの人多分レーザーサイトつけると思うんでね、これデュアルなんで、腰打ちなんで、で拡張マガジン、サイトつけれないんで、ね、その分ポイントが空くんでね、アタッチメントとか多くつけれると思うんでね、サプレッサーつけるかどうしよう、
サプレッサーつけずに FMJ ライフルバレル 1,2,3,4 5種類でしょ。アタッチメントも多分少ないかもしれない。あ、間違えた。ジェミニ HBR ジェミニエピックは5種類だったんだけど、アタッチメント他のやつはあのレジェンドまでは8種類あるんだよね、アタッチメント。うん、クイックドローもなかったよね。1,2,3 フォアグリップも多分なかったと思うんで、1,2,3,4,5 この5種類だけだと思うんでね。フォアグリップ、クイックドロー、ストックがないんでね、あの HBR ジェミニーは。で、他の片手持ちはレジェンドまではフォアグリップ、クイックドロー、ストックもあるんで、ね、全8種類のアタッチメント組み合わせられるところをこの HBR ジェミニーはサイトがつけれないことと、あとフォアグリップ、クイックドロー、ストックがないんでね、2,3,4 3種類ないんで5種類アタッチメント全然いいと思うんだよね、これね。デュアルだけでも強いんで、FMJ、ライフルバル、多分これでいこうかなと思っててね。できれば全アタッチメントつけたいで、せっかくなんでね。そうするとこれ外しても、つけれないんで、2つ外さないと、全アタッチメントつけれないんでね。これでちょうど、10ポイントなんで、これまた実況を撮っていくんでね、プレイ実況。ゲームモードはちょっとわからないんだけど、ちょっと迷彩もちょっとつけずにね、やっていこうかなと思っててね。このマックスなんで結構スマッシュしてるね。 HVR はスライディングは50キル、あと47キルでしょ。これ終わってるんだけど、なんか、あれだね。あと腰打ちだけなんで、これね、HVR は。スライディングちょっとやっていこうかな。デュアルなんでね、特にスライディング中の50のキルは強いと思うんで、ローブローって言うんだけどね。これやっていくんでね。迷彩ちょっとつけずに、やっていきたいと思います。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね HVR ジェミニエピック解説の実況をやっていきました。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。